ついに姿を見せました。その一挙手一投足が注目されます。行かせます。行くぞ若林。インターセット決める。シュナイダー君今だ。目にも止まらぬ。来いシュナイダー。止めた。よしディフェンダー、ポジショニングはそれでいい。今の形なら大丈夫だ。さすが若林だ。そう簡単にゴールはさせてくれないな。ああ、いくらお前でもエリア外からでは難しいかな。ならばペナルティーエリアに入ってシュートを打つだけだ。はい、パスを頼むぞ。了解、任せてくださいって。ここは抜かせません。チャージが決まった。シュナイダー君行くぞ。これはカイファイヤー。狙い決まった一撃。これはただのファイヤーショットではないぞ。ブロック打ち破りゴールで、なんとかボールに食らいつく。ロングシュートを決めて。俺は誰にも負けない。行くぞカイファイヤー。シュナイダー君のシュートがペナルティーエリアの外からゴールに突き刺さった。若林、二人の勝負は俺がもらった。この試合俺たちドイツの勝利で飾らせてもらう。見てくれたか、父さん母さんマリー、世界ナンバーワンの称号は俺たちドイツのものだ。やったなシュナイダー。さすがの若林も動揺してるぜ。やはり練習と試合ではショックの度合いが違うさ。だがこれはまだ目標の一つを達成したに過ぎない。この試合に勝って初めて若林との勝負に勝ったと言える。そうだな、チームの勝利そして優勝でお前さんのゴールに花を添えようぜ。ああ、頼んだぞカルツ。しかし若林、お前はこの程度で終わる男じゃないはずだ。やられちまった。みんなすまない。若林君がペナルティーエリア外から。あれがシュナイダーの本当の実力か。練習では止められたが、試合になって練習以上の力を出してきた。悔しいが、あれが一流プレイヤーの証だ。けどそれくらいの方が戦いがいのある相手さ。翼、そんな素晴らしい相手に勝ってこそ胸を張って俺たちが世界一だって言えるんだ。この試合勝とう。一流プレイヤーなのは俺たちの守護神若林源蔵も同じさ。もうライバルにやられないって信じてるよ。言ってくれるな。ああ、日本のゴールは任せてくれ。これ以上はやらせないぜ。見てろシュナイダー、俺はもう負けんぞ。まだくん、激しいタックル。先制のゴールを決めました。やったやったぞ。やったなマーガス、ブレーメンの相棒として嬉しいぜ。俺だって代表の9番を背負ってるんだ。シュナイダーにはかなわなくても決めるときは決めるさ。へえ、代表でマーガスさんのゴールシーンが見られるなんてなんかラッキーですね。ああ、ハイネもありがとうよ。ええナイスゴールです。さあこの試合もっと得点してやろうぜ。いつものポストプレー以上に華麗にスルーされちゃったな。こんなやつが。チャージが決まった。俺の球にはマジだっての。いけ、ヘブンリー
余裕。やっぱ俺って何でもできちゃうんだよな。ハイネ、あまり調子に乗るな。強豪ばかり倒してきた全日本、まだ何があるかわからないぞ。あれ、シェスターさん、俺の活躍に嫉妬してます？勝って試合が終わった後でゆっくり嫉妬させてもらうさ。チェ、乗ってこないか。気を引き締め直していくぞ、ハイネ。大丈夫っす、シュナイダーさん。余裕は見せても油断はしませんよ。もう俺の油断のせいで負けるのは嫌なんでね。ヘルマン魂を見せつけてくるのか。ヒューガ君、激しいタックル。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。若林君、豪快なシュート。ラグラー君、横に飛んだ。お前たちを倒すためにここに来たんだ。よっしゃ。